い、私が参加した理由なんですけど、そもそも私にとって働くってすごく重要なもので大好きなんだと思うんです。働くということ自体が、なので自分の人生みたいに思っています。そうすると、例えば車椅子ユーザーの方であったり、中には中途障害がある方などもいると思うんですけれど、そういう方たちが働くというのができなくなったり、働くというものが狭くなったりしてしまうと、どうしても自分らしく生きるというところと関わってくるんじゃないかなと思い、この仕事、そして車椅子ユーザーの方々のっていうところで参加したいと思いました。私自身パラレルワークとよく言われるものなんですけれど、今の仕事はアナウンサー業と、あとスクールソーシャルワーカーといって学校で就労支援みたいなことをしています。でそれ以外にも市民活動団体といって、仕事とはまた別に自分なりの生き方を見せていくじゃないんですけれど、そういったことをやっています。でそれを考えていくと、やっぱり私なりに一番重要に思っているのは、人に何かを伝えるということ、あとはそのスクールソーシャルワーカーのところが近いと思うんですけれど、皆さんの個性とか能力ということを考えて、就労にどうやってつなげていくのか、また就労する上で必要なものプラスアルファを何か加えることで、もっともっと幅が広がるんだっていうのを仕事にしているので、何かそこを活かせることができたらいいなと思い、ここで自分にできることがあったらいいなと思って参加しました。私はこのプロジェクトの中ではディレクターという立場なので、プロジェクト自体を一緒に進めていくというのもそうなんですけれど、具体的にはセミナー動画、あとは情報交換会、そして個別面談という、この3本柱を考えていて、まずセミナー動画の方では、分かりやすく、そして楽しく、どのようにしたらみんなの力が、皆さんの力がこう増やせるかなというのを考えていきたいと思っています。で情報交換会の方は、やはり集団ではないんですけれど、人と人が集まることによって、もっともっと高め合えるものがあるんではないかと思っています。で面談については、これは多分私が今までずっとやってきたことなので、皆さんと話をして、その方の強みを一緒に見つけていく、で強みを伸ばし、ちょっとでも難しいなと思うことについては、形を変えればできることって増やすことができるので、それを一緒に考えていきたいと思ってます。はい、この動画を見ている方の中には、お仕事をもうすでにされている方もいらっしゃると思うんですけれど、ぜひその方にも参加していただきたいなと思ってます。なのでこれは仕事を探している方だけではなく、今仕事をしている人にも参加してほしいなと思っていて、それはなぜかというと、もちろん仕事をしながらどのようにプライベートを豊かにするのか、逆に言うと今の仕事がもしかするともっともっと自分に合った仕事を探せるかもしれない、そんなことも考えています。あとは集団の力ってすごいなと思っていて、一人で考えているともうこの人生はこの仕事なんだと納得してしまうところもあるんですけれど、人と出会って人と話をすることでもっと広がって、そして仮に仕事が変わらなかったとしても豊かになるってたくさんあると思うので、ぜひ皆さんに参加してほしいなと思っています。なのでこの動画を見ている皆さん、ぜひぜひまずはね、LINE の登録からかと思うんですけれど、参加していただいて一緒に考えていきたいと思っています。ありがとうございました。